近くその結果が出てきて、それを大臣は家族にお伝えになる。まあ、遅れているかどうかはともかくですね、今のところ具体的な日時内容を示されていないということに対して非常に遺憾に思います。誠実な回答を早く求めます。体制を整備するとかですね、そういった考えを。であれからやはりご家族の皆様はですね、次の展開があると当然考えていらしたんだろうと思います。でそれがまた12年間動かなかったということはですね、国家として本当に申し訳ないことだと思います。ありがとうございました。